はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、こちらね、レトロフリークをね、使わせていただいて、ゲームをね、やっていきたいと思います。そうですね。ちょっとね、やりたいのがありましてね。どこだ？あ、これか。バトルエースですね。これ、スーパーグラフィックス専用のね、3D シューティングになってますね。あ、そうか、これ前回やったやつが残ってたんだ。リセットします。はい、この曲が好きなんですね。はい、じゃあ行きましょう。これね、3D ショーティングでね、まあ、こういう感じでね、まあやるんですけどね。ファミコンの昔のスターラスターみたいな感じのゲームですね。ナムコのね、スターラスターってゲームがありましたけどね。あれをリアルにしたような感じのゲームですよね。ただこれでめちゃくちゃ難しいんでね、あんま上手くないんですけど、僕もね。ただ久しぶりにやりたかった。うわ、危ね。今のミサイルね、あ、当たった一発でやられるんでね。まあ、これから回転するんで、こうやってね、バーってね、ちょっと酔うんですけどね、そろそろ酔ってしまうんですけどね。やばい、危ない。今よ、ちょっと危なかったな。うわ、またミサイル来た。これまあね、このままね、ずっと突き進めばボスまで行けるとは思いますけど。これね、ハドソンソフトですよね。ハドソンのゲームですよね、一応ね。これもスーパーグラフィックス専用ソフトなんでね。スーパーグラフィックスのね、本体持っているんですけどね、壊れちゃったんでね。だからできなかったのと、しばらくね、これね。だから久しぶりにね、プレイできるんでね、すごい嬉しかったんですよ、これ。レトロフリークはね。レトロフリーク使えばね、取り込んでくれたんでね。ああ、やられた。まあ、このやられ方ね。なんか、ほんと。大げさですよね。なんか、日航機墜落事故の時みたいな感じのやられ方ですね。一面からしてめちゃ難しいですからね。一面クリアしたことあったっけなーっていう感じですよ、今考えたら。なんかクリアしたことしてないような気も、あー、やられた。クリアしたことないような気もするなー。次これ最後の残機ちゃうかな、これ。多分これ最後の残機ですよ、これ。ただ一面はね、クリアできなくてもなんかやりたかったんです、久しぶりにね。このプレイ感覚はね、久々にやりたかったんで。やばい、かもね。これ当たり判定がね、いまいちね、完全にね、ちょっとね、まだ慣れてないとこあるんでね。ミサイル食らったら死ぬっていうのはよくわかってるんですけど。おい、今のはちょっと危なかったな。赤いミサイルをね、避けるのは難しいんですよね。
なるべく避けていかなきゃね、みたいな。もう2回ぐらい死んでるから、これ進んでんのか戻ってんのかもわからないしな、これ。危ない。やばい。ああ、やっぱやられた。ゲームオーバーですよね、多分ね。あ、ゲームオーバーですね。やっぱ難しいな。一面クリアできなかったな、やっぱりな。相変わらずな。はい。じゃあ、これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いします。はい、OK。バトルエースね。これも PC エンジン、スーパーグラフィックス専用のゲームです。これね。これ 3D シューティングですね、これね。まあ、マニアックですけどね、これね。ファミコンでいうスターラスターみたいなもんですよね。うん。3D シューティングですね。あんまりこのゲーム僕上手くないですけどね。うん。音楽とか好きでしたね、これね。でもこれちょっと酔うんですよ、このゲームね。こうやって一周して、こうやって回転したりするんで、ちょっと酔っちゃうんですよね。あんまり長くプレイすると気持ち悪くなるんですよ、これね。おっと危ない。今、やられるとかって、今、ミサイル飛んできましたからね。当たったら一発でこれやられるんでね、これ。ミサイルとかにね、攻撃されたら。死ぬんですよね。これ死に方が大げさですけどね、これね。こうなるんですよね。なんか日航機墜落事故みたいな感じになっちゃうんですよね。まあ日航機墜落事故をディスって申し訳ないですけどね。まあそういう感じに近いかなと思うんですけど。